新次郎氏、支持急落で、脱カンペ、3秒に1回見た男が、10分間よどみなく、指揮者驚くも、演説上手、の道は遥か遠く。最近、小泉新次郎候補が、カンペを読まなくなったと政治部記者の間で囁かれている。写真あり、小泉新次郎氏、変装してベビーカーを押す姿。 9月27日投開票の自民党総裁選は12日に告示されたが、直後に行われた会見で、新次郎氏は手元の原稿に頻繁に目を落とし、それがまるでカンニングペーパーを読んでいるように見えたことから、SNS では、カンペ新次郎、などとありがたくないあだ名が付けられてしまった。本氏はこの会見で、 新次郎氏が何回カンペを見たかをカウント。10分600秒の持ち時間で221回も原稿をチラ見していたのだ。実に3秒に1回。これは2位の上川陽子外相の143回を大きく上回っていた。ちなみに立候補会見では、 質疑応答を除く演説部分約35分で657回もカンペに目を落としていた。言い間違いを防ぐため、安全運転を心がけてカンペを読んだのでしょうが、結果として自信のなさを印象づけることになってしまいました。さらに国会答弁や党首討論に耐えられるのかという声まで上がったのです。自民党議員。 こうしたことが影響したのか、9月12日に日本テレビが行った自民党員、党友を対象にした調査で、1位は石橋家氏、2位は高市早苗氏、新次郎氏は3位となった。さらに13から15日に日本経済新聞社とテレビ東京が行った自民党支持層への調査でも、1位は石橋、2位は高市氏、 3位が新次郎氏だった。出馬表明直後はダント突の指示だったことを考えると、まさに急落と言っていい。こうした事態を受けて、新次郎氏は今カンペを見ないように努力しているんです。移動中はずっと原稿に目を通していますので、最近はその効果が出てきたようです。カンペを見る回数が半分以下になったのではないか。 小泉氏の周辺は支持率再浮上を期待しています。自民党担当記者。政治ジャーナリストの宮崎信幸氏も、新次郎氏の変化に気づいた一人だ。19日、旧候補が東京、秋葉原で街頭演説会に臨みました。各候補、10分間の持ち時間で演説したのですが、 小泉候補は一度も原稿を見なかったのではないでしょうか。特に選択的夫婦別姓については、小泉候補が力を入れてきた分野ということもありますが、よどみなく持論を展開していました。とはいえ、カンペを見ないと答えが淡白になることも多く、候補者同士のフリー討論では、 私も同じ意見ですと別の候補者の意見に頷きながら全面同調することもある。まだまだネット上で苦笑されることも多い。脱、カンペを図った新次郎氏。演説上手への道は遥か遠く彼の成長物語はまだまだ続きそうだ。